こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回の動画はクルーズ5日目の動画です。クルーズ4日目に妻がダウンしたまま船は香港に到着。香港の観光はどうなるのでしょうか。これまでの動画をまだ見ていない方はこちらからご覧ください。はい、今日8月の4日、時間がね、今正確な時間ここしかなくて8時半ですね。今日もあの270度見渡せるカフェにね、朝食食べに来ました。まあ、妻のためにね、ちょっと妻まだちょっと倒れてて、あのなかなか食べれないというので、やり方リンゴとかバナナとかね、これをねちょっと部屋に持って帰っていきたいと思います。 あとはねこれたマフィン、ロイヤルカビリビアンマフィン、ね、チーズと卵とハムが入ったね、こういったマフィンがあるんです。あったかいです。あとこれブリッドを温めてもらいました。これ初めて食べますね。あとねベジタブルウラップっていう、こうやって野菜をね巻いたものですね。はい、あとコーヒーと、はい、サラダですね。ハム、サーモン、お野菜とトマトですね。はい、こんな感じで、ね、今日もいただいていきます。はい、今ね向こう側でねストレッチが始まりました。8時半からねこうやってみんなで海を見ながらストレッチやってます。朝からちょっとリフレッシュしたい方とかね、そうしたい方はいいかもしれないですね。うちの妻のためにリンゴとバナナなんですけど、あとこちらバッグに入れたんですけども、水筒ね、はい、これを2つ、水が入ってます。あとこういったねスイカカップに入ってるので持って帰りやすいですね。あとこちらミックス、ね、はい、これも2つね今日持って帰ります。はい、今香港ですね、見えてきました。11時に、接岸予定なので、まあ、もう少ししたらね、到着すると思います。はい、今日は天気が良くなって良かったです。はい、そろそろ入国のね準備をしていきたいと思います。港を降りてですね、本当にねどこ行っていいかよく分かんないので、皆さん乗ってるバスについていきたいと思います。クレジットカードでねあのバス乗れるみたいなので、これちょっと使ってみたいと思います。はい、無事ワイズ使いました。よかったです。はい、今ワイズのアプリでいくら引かれたかねすぐ連絡来ました。 7.7 香港ドル引かれたみたいですね。日本円だと142円。はい、まあ、これがどこまでの距離かちょっと僕わかんないんですけどね、まあ、とりあえずねワイズのタッチ決済でね、あのこのバス、香港のバス乗れることが分かりました。よかったら皆さんも使ってみてください。はい、それではバスの旅楽しみたいと思います。みんなねなんか最初の駅で降りたので、とりあえず皆さんについていきたいと思いますね。はい、まあ、たまにはねこういう旅行もいいんじゃないですかね。目的地なんも分かんないままちょっと皆さんについて行って、どこに着くか楽しみです。地下鉄かな。あ、地下鉄、鉄道に乗るみたいですね。はい、どこに行くんでしょうかね。はい、そのままついてきます。まあ、鉄道に乗るためにあのバス乗ったんですかね。はい、まだまだ皆さんどこに行くか分かりません。はい、いきなり地下鉄でね苦労しましたね。はい、切符買わなきゃいけないみたいで、ここでちょっと皆さんとはぐれましたね。皆さん行くところはそれぞれですけど、とりあえずあのビクトリアピークとかね、なんかこの辺らしいんですよね。だからちょっとこの辺に行くチケットをね今買いました。はい、15香港ドルですね。はい、こんなカード買いました。ちょっとねこのカード買うまでもちょっと吸ったもんだったんですけど、はい、これを持ってね、はい、セントラルの方これから向かいたいと思います。はい、先ほど駅を降りて、これからねビクトリアピークに向かいたいと思います。ちょっとお腹すいたので食堂寄りました。なんかね笑顔しそうだったので、あの絵に釣られて入りました。なんか香港らしいご飯ですよね。ただちょっとね値段がびっくりしたんですけど、これ227香港ドルなんですね。日本円に計算するとですね4147円。すごい贅沢しました。今日妻が調子悪いのにねこんな贅沢なご飯食べて申し訳ないですけどね、でもちょっと4000円味わって食べたいと思います。うん、あ、おいしい。ここはねなんかあのチキンが乗ってて、こっちはね豚が
チャーシューが乗ってます。はい、あ、おいしい。チャーシューおいしいね、やっぱ。でもね、チャーシューが柔らかい。うん、おいしい。はい、これでホットコーヒーね、もらいました。ホットコーヒーもこれ400円ぐらいするみたいですね。うん、でもおいしいですね。なかなか来れないので、おいしいものいただけてよかったです。何も考えないでね、今回旅行来たのでね。っていうのもインターネットがね、船の上繋がんなくて調べられなかったんですよね。香港降りてから調べて、よくわかんないんで観光客についてきたら、結構ね、駅までは皆さん同じルートなんですけど、駅からみんなバラバラになっちゃって、どこ行こうかって話になって、とりあえずビクトリアピーク向かってます。はい、あとはゆっくりいただいていきたいと思います。すごいいい景色ですね。まあ、高層ビルがね、ほんと立ち並んでいる景色です。夜になったらね、ほんとすごいんでしょうね。はい、ちょっとね、このカメラでは見にくいと思うんですけど、真正面にね、僕らが乗ってきたクルーズ船があります。下にはね、こうしてケーブルカーみたいなものがあります。ケーブルカーでもね、来れるみたいで、こっちの方が早いみたいですね。ちょっとね、バスで来たのでかなり遠回りしました。やっぱりね、ツアーじゃないとね、はい、わからないまま適当に何も調べないで来たので、やっぱり結構迷いましたね。無駄な時間になったと思います。ただまあ安いのでね、はい、まあ、食事はその分高かったですけど、まだちょっとね、今日は妻が調子悪いのでね、一人で来たんですけども、まあ、妻を連れて行きたいと思います。ね、この景色見れてよかったです。帰りはですね、ビクトリアピークの帰り、こうしたケーブルカーに乗って帰りたいと思います。62香港ドルでした。はい、今出発しました。はい、帰りはですね、左側に座るとこうしてビルとかを見ながらね、ケーブルカー下っていくことができます。行きはね、本当にバスだったのでね、ほとんど何も見えなかったんですけど、まあ、ケーブルカーいいですね。結構景色見えるので、あとは楽です、早いです。夜とかね、これいいでしょうね。疲れましたけどね、自分で来ると次回から行き方がよくわかるのでいいですよね。結構ね、傾いてるので、体がね、本当に支えてないとかなり下にずれていくような、まあ、そんなケーブルカーってなってますね。クルーズ船はね、今日はね、一泊香港でするので、いつ帰ってきても構わないと言われたんですけどね、まあ、本当夫婦で来れてたらもっとゆっくりして帰ったと思うんですけども、さすがにね、妻が寝込んでるのでね、いや夜景までゆっくりはしてられないので、はい、ちょっとそろそろ残念ですけど帰ってね、はい、妻の様子見たいと思います。はい、ケーブルカー降りるとそのまま下の方に、道なりに歩いていくと多分駅があるんだと思います。はい、香港離れる前ですね。はい、香港の街並み少し撮ってみたいと思います。すごいね、変わった形の高層ビルがね、たくさんあるんですよ。すごい、また東京とは違いますよね。はい、かなりここは経済的に進んでるって感じがしますね。はい、ではこれからクルーズ船に戻りたいと思います。はい、今バスを降ろされてからターミナルまで歩いています。結構ね、そばまで連れてってくれるのかなと思ったんですけど、結構歩きますね。なので香港で、ね、クルージングで一回降りた人は、特に観光バスじゃない人はね、こうしてね、最終のバスから歩く時間もね、ちょっと見といた方がいいですね。バス停からそうですね、15分か20分ぐらい歩くんじゃないですかね。行きはね、ターミナルからねバス出てるんですけどね、帰りはね、こうしてね歩かなきゃいけないみたいですね。もうせっかくだったらね、ターミナルまで連れてほしいんですけどね、結構雨の日とかね、これ雨ざらしになるので傘が必要になるかもしれません。はい、結構疲れましたね。もう少しでクルーズ船戻れますので、もうちょっと頑張りたいと思います。はい、やっと帰ってきました。3時頃に戻る予定だったんですけど、もう6時ですね。結構時間かかりましたね。これからね、また船でくつろぎたいと思います。 OK、 ありがとう。いや、ありがとう。あー、帰ってきた。
とりあえず部屋に向かいたいと思います。香港の観光から帰ってきました。香港で、ワイズとビザですね、はい、それぞれでビーチサンダルね、同じ値段のビーチサンダルを買ってきました。まあ、クルーズの手でね、あのビーチサンダル欲しいなと思ってたのでちょうどよかったです。19.9 香港ドルですね、それぞれね。はい、これもね、また後ほどね、あのワイズはね、すぐいくらで落とされたかって来るんですけども、ビザカードがねすぐ来るわけじゃないのでね、と全部揃ったらまた後で発表したいと思います。お昼結構たくさん食べたので今日はね少しにしてあります。ピザ、こちらのチーズピザはですね、皮がほんとクリスピーで結構ねハマっちゃうんですよね、これね。サラダですね、はい、お昼お肉いっぱい食べたのでサラダ食べたいと思います。あとはレモネード、はい、こちらいただきます。